東池袋出入口は東京都豊島区東池袋にある首都高速道路5号池袋線の出入口である。上下線双方の出口、入り口とも設置されているフルインターチェンジである。サンシャインシティと一体的に建設されており、出入り口は同施設のワールドインポートマートビルと文化会館ビルの間から公道に接続する。また、サンシャインシティの地下駐車場や サンシャインシティ文化会館ビル3階の高速専用のプラットフォームへの通路とも直結しており、高速道路の出入り口から直接地下駐車場やプラットフォームに出入りができる。なお、文化会館ビルのプラットフォームへの通路は主に搬出入車両といった関係車両のみ通行が可能で、一般車両は通行ができない。このような理由から、休日の午前中は、 サンシャインシティに向かう車で、東池袋の出口が混雑し、上り線は、左側車線が板橋本町付近までつながってしまうこともある。また、文化会館ビルにあるサンシャインシティコンベンションセンター東京の展示ホール B、展示ホール C への資材搬出入車両については、文化会館ビル3階の高速専用の2捌き所のプラットフォームを利用するので、 文化会館ビル3階のプラットフォームへの通路には、半室入り待ちの待機車両が止まっていることがある。サンシャインシティ公式ページ、アクセスお車でお越しのお客様、サンシャインシティプリンスホテルアクセスマップを参照。北入り口と高速道路への駐車場出口が、ランプと直結、サンシャインシティ公式ページ内、展示ホール利用の流れのページを参照。ありがとうございます。